ほらほら、これいいね。え、待って、自分マジで死んだっぽいけどな、ワンちゃん。オーデン接近とか言って、おお、キルソーで回った。あ、すごい。ちょっと待って、オーデン潰すわこれ。よし、打倒オーデン行くぜ。ダブルで死ねーわらららイエーイシャッサンカです。今回は NV4 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ、ここはね、いいステージですね。僕ステージの中で唯一ここがね好きかな。 IW の中で一番好きなステージですね、ここはね。なんでかっていうと、まあ平面だっていうことがね、まあ一つ挙げられますね。やっぱね、普通にここだとね、飛ぶ要素っていうのがあんまりプラスに働かないんですよね。そこら辺、まあ確かにね、こう緊急の時に使えるぐらいが、まあほんとちょうどいい、ちょうどいい感じでねやれるんでね、僕このマップ好きなんですけど。ほらほらほら、やべやべ、いっぱいいるんだけど。1キルゲット。やばい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 。もう絶対そうなるって、そこは。もうクボちゃん破壊するって考えならんて。やばいやばい、ブラボー。ブラボー敵がなんかね、意外と向こう側から熱いエールを送ってるみたいなんで。おー、裏取ってあげようかと思ったけど、取れませんでしたね。左から回ればワンチャンあるのかな。お、これはいけそう。待てよ、早め早め。よし、来た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 。ここだよ、ここ。私が来たかった。おー、バレてる。悲しいな、バレてたのか。取れるか、大丈夫。取れたね、オッケー、ナイス。いいじゃないですか。ここであとはリスキルするだけじゃないですか。ここだよ、ここ。来ないですね。あれ、ここリスキルポイントですよね。敵がってことはブラボーの下にいるってことですよね。おお、ここにいるってことでしょ。あれ、味方が殺してるということは、出た出た。これちょっと読めないな、どういうリスなんだろう。敵が、あ、真ん中にいるわ、珍しい。よしよし、 NV4 やっぱ威力はないけど、普通にこうやってね、敵をこう、遠くの敵をこうやって簡単に狙えるからいいよね。ちょっとなんか ELO つけてみたんだけど、 ELO ってどうなんだろう、みんな。なんか最近 ELO ね、つけ、なんかレッドドットよりつけてる人が目立つんでね。どんなもんなんだろうね、これ。人気なのかな。おお、ドローンすげえ、ここまで運んできてくれんの。優秀だな、ほんと。軒先以上の、もう中、部屋の中まで運んできてくれんのか。これは優秀ですわ。やば。3発当てたんだけどな。ここ空爆系全く当たらないからな。空爆はあんまり入れる意味ないんだよね。ここだな。あれ、さっき当たったよね。うーわ、強いな。 ARX が強すぎる。あれは、あれはぶっ壊れではないけど。あら、よしよし、これ取れんじゃね。そう、君たちはそこを取る、僕ここ取る。それで OK、 さよなら。あー、チャーリー取られてる、かわいそう。ちょっと私がちょっかい出しに行きましょうか。あれ、一人の人に取られてた。よしよしよし、逃げるゲット。え、これワンチャンここまた取れるんじゃないですかね。いいね、このトレインは好きですよ。ゾンビかってなっちゃうけどね。ゾンビの動画上げないけどね。ゾンビの動画上げないけどねとか言って、ゾンビは難しいから、なかなかね上げるタイミングがないんですよ、あれ。あれ、ゾンビのね、なんかね、マニュアル誰か作ってほしいな。ゾンビにはこういう風な、あの、脚本だよね、脚本を。どういう感じの、なんかこう面白い企画をね、誰か作ってくれたらゾンビあげるかもしれないですね。なんかこうね、面白いゾンビならではのこう企画があれば。お、これはいいんじゃないかな。こっちが、これ来るかな。バレてたらこれ困るん。危ねえ。よしよし、これなんだろう。あ、 ARX、これはやっぱ優秀だな。やっぱり優秀、最強。頑張って頑張って。いやー、嘘でしょ、同じ武器だよ君と。くそー。でもこれ繋がるとき繋がるから結構好きなんだよね、この NV4 ね。いや、ゾンビそうですよ、なんか面白い。なんかただゾンビをやるだけじゃねー、お、なんか最初はおってなっても後からだれるんだよね、それだとね。だからなんかこう面白い企画ないかなって
模索してるんですけどね。なんかそこら辺の企画プランが上手い人、もし僕の動画見ていたらよろしくお願いしたいんですけどね。本当に、おっと、いやーきついなー、これは。これさ、ウォーデンなんかやってる今。ウォーデンもやりようがないよね、ここだとね。セントリーモードにしとこうかな。シナプス使っちゃったからもうないのよ。危ねえな。ここ来るんじゃない、ここ。やったぜ。これいいね、読みやすい読みやすい。おお、危ない。たまにね、いや自分もね、こうゴースト使ってね、あのやってるんだけど、ゴーストの使ってるプレイを予測することがね、たまにおろそかになっちゃうんだよね。やば、あっぶねー。ここはどうしようかな。375か。やっぱブラボー取りたいよね、ここはね。どっちかというとブラボー取ってみたいぜよっていうところですよ。イエーイ。これどうだろう、とは使ってもいいんじゃない。ほっ、まあここでウォーデン出すかなというところですけど、こっち来そう。あれ、こっち来なかった。オッケーオッケー、任せろ。来たぞこれ。ちょっと待って待って待って、ウォーデン出てる、ウォーデン出てる、ウォーデン出てない、ウォーデン出す。あ、ウォーデン出しちゃった。だからもうお前何をやってるんだ、お前。ここでウォーデン出しちゃって意味がないじゃない。やっちゃったよ、もう。これは自分のミスですね。9発しかない弾が。待って、ここから来るか。ああ、いやダメだ、トアにつなげちゃダメなんだ。トアにつなげちゃダメだけど、うん、ここでなんか変え、うん、見とこうかな、ここら辺でね。うん、本当に。いやー、でもゾンビ系か、なかなかね。ゾンビ系どうなんだろう、あんまり投稿してる人いないからさ、僕知識ないでしょ、ゾンビやってる。なんかゾンビの動画上げてる人って、なんかこれ、ここのここまではこういう風な、こんな感じでみたいな感じで、なんか攻略動画みたいなのよくね出してる人見ると、おーって思ったりするんですけど、攻略動画以外ってなかなかね、どうなんだろうっていうね、僕のなかなか頭ではね乏しいんでね、うまいこと思いつかないんですけど。おー、弾が全回復した、これ嬉しいね。とりあえず50ポイントぐらいはいただきましょうか。キルストで、キルストこれ回せたんだっけ、回せなかったんだっけ、どっちだっけ。ちょっとやってみますわ。とにかくここで伏せてもうね。よーし、君たち、あ、地下だなこれ。ちょっとこれ難しいぞ。いる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 。オッケー、2キルゲット。素晴らしいね、やっぱこれね。じゃ、単発じゃないんだよ。このクラスターやってから単発で、こうね、単発モードで覗くっていう。待て待て、なんか、取得中ってこれ、あ、味方か。なるほど。さあ、後ろのところに、1人いた。オッケー、いいね。なんかすごい、チャーリー、おお、チャーリー、ガラキちゃんじゃん。大丈夫これ。おい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 、狙っちゃうよ。狙っちゃうよ、そこ。あ、ちょ、待って、待って、自分さ、生きてんのかな、これ。あ、生きてると思う。生きてると思う。きっと。きっと生きてる。チャーリー取ってないって、ドミネーション。ドミネーションやば。お、なんかあれ出てますね。おい、そこに、あ、いるのかな。ほらほら。これいいね。え、待って、自分マジで死んだっぽいけどな、ワンちゃん。ウォーデン接近とか言って。おーい、キルソーで回った。あ、すごい。ちょ、待って、ウォーデン潰すわ、これ。よし、打倒ウォーデン行くぜ。ダブルで。死ねー。わららら、イエーイ。敵のウォーデンを玉砕じゃないですか、これ。あ、これはいけませんね。はい、ここでも私がやってまいります。これは空の番人となりましたね、私はね。さあ、敵さん何でも出してください、私が全て撃ち落としますよ。さあ、ここかな。あら、一発だけど、一発のやつなかなか。おら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 、あ、いた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 。クラスター、クラスター、クラスターで、プラズマクラスター。おら、いけいけいけ。科学的に証明されてないプラズマクラスター。おら、何なんだその効果は。効果というか科学的に実証されてないのか。水素水、おいしいね。これはいい水素水ですわ。おっと、ここにも。おっしゃー、また守る。チャーリー守りいいのですよ。やっぱ守れるっていいですね。素晴らしい、素晴らしい。超超イケイケですね、今回は。よし、ここにまた出しますよ。さあ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 、
ロボットで、僕これやってみたかったんだよな。最強ロボットでここを練り歩くって、これがやりたかったんだ。まだチームのあれ、点数的にはまだまだあれなところあるんでね、ちょっとブラボーの援護に行きましょうか。皆さんこっちに来てください。私が全て敵を片付けます。任せてください。ターミネートしますよ。おーい、来てくれ。ここでみんなの守り神となりましょう。やばいやばい、これやばいなマジで。いやえぐいわこれ。まだまだ私行きますね。すごいわこれ。おお、ほんとバルスって感じですねこれね。人がゴミのようだ。本当にこれ強いな。ここで使うと半端ないわ。ちょっと待って、こっち、あ、倒した倒した。貴様は今 CX8 の目の前にいるんだぞみたいな、そんな感じですね。やばい。これはえぐい。あー、回りそうだなワンちゃんこれ。ちょ、シナプスモードになろっかな。なんか連キルのあれで、なんか待って、あれのハードポイントのあれが適用されてない、それ悲しいな。つなげる。うわっ、もう一回。オッケー、危ない。や、怖っ。待って、出すわ。ちょ、待って待って、向こう側向こう側。いやー、やぶねー。いやー、そこでやられる。3周は回せなかったか、さすがに。3周回したらえぐいわな、さすがにな。だから好きなんだよ、ここのマップは。 C と A 守れるからね。素晴らしいね。ほんと、このマップマジで神だわ。やっぱ平面は最高。おっと、これやば。敵が鬼のようにいたね、ほんとに。待って、ここじゃね、もう一人いたよね。あれ、こっち来てないの。あ、来てないですね、これ。ふーい、どこにいるのか、ここかな。や、ここから湧いてくるかな。湧いて出てこない。ってことは、地下にいるんだね、君たち。わかった、わかった。じゃあ、地下に行きましょうかね、私は。おー、いいもの出してますね。これは確かに強い。強い、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 強い。いやー、強い、強いぞ。最強だ。最強すぎ、本当に。いやいや、そんなことで喜んでる場合じゃねえ。全部取られてるわ。やばい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 。うわ、消された。ちょっと待って、シナプスでそんな倒してないような気がするんだけど、まあええか。こっち側来るんじゃないかな。おーおーおお、水田さんのバリアバリアバリア。あー、やべ。いやー、これクワッドフィードも取れちゃって、素晴らしいな、このステージ。いいねー、こんなステージ。ずっとね、ずっとこのステージでこうやりたいレベルなんですけど、一つ消えてますよね今ね。あのグリッチがあんまりにもひどいから、めっちゃ狭いところね、さりげなく消されてる。エグゾダスが消えるのは問題ないけど、あそこ消えるのはちょっと悲しいような嬉しいようなですね。はい、というわけで今回はこんな感じで NV4 を使ってドミネーションやってまいりました。はあ、ここはやばいな本当に。まあの RC とやばいね。えぐいわ、あの戦士は。あの B の B 掘りまくりって感じでしたね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。おめでとう、レイスのアサシンに値する働きだ。